街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。さあ、今夜の人生酒場は練馬区にありますスナックミミさんにお邪魔しております。はい、幸子ママ一つよろしくどうぞ。はい、よろしくお願いします。まあね、練馬区ですよ。ね、田舎に。いや、田舎って俺ほら都心ならあれ すぐほら杉並だからさ。あ、そうですか。近いんだけど。いや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 、ね、一つ高級住宅街、高級住宅なのかな。そうです、うん、やっぱね、カンパチをね超えるとね、ちょっとあの風景が変わるからね。さあ、こちらのね、ちょっとデータをお願いします。はいはい、猫の名前がミミなんですね。はいはい、はい、そこからじゃあ店名を、写真今日忘れちゃったんですけど。ああ、そうですか。今何匹ぐらいいるの？今4匹です。いる時6匹も7匹も本当だって、このぐらい小さいの捨てられてるから、ついね。あーねー、今ウサギも1匹。ウサギ、うん、ウサギは息子飼ってて、すごいよ、ムスゴロ王国だよ、ある意味。ねえ、そんだけ動物がいて。さあさあさあ、はい、うん、そしてですね、一人が楽なんですよっていうことで、どうどうどう、店ではね、使ったのもみんな今のも喜ばない。ああ、一人でも気が楽ですよ。ああ、常連が手伝ってくれるしね、うちなんて。そういう感じだよね。そう、もう常連さんが中入って氷とか割りそうだもん。ああ、売り上げだけ持ってかなきゃいいよね。手伝ってくれるよね。そうですよ、ね、食べさせて終わり。食べさせて終わり。ペットと一緒です。ひでえ、お客さんペットと一緒だったんですよ。さあ、続いて、はい、唐揚げが好評なんで、ぜひ食べてみてください。ああ、ちょっと出してもらうじゃないか。嬉しいですね。猫の唐揚げかな。いただくよ。今までいっちゃっていい？うん。そこまでない。マヨネーズちょっと下に。うまっ。これは唐揚げ。いや、これはお客さん幸せだよ。そうですね。いや、これ、いや、この味なんだよ。酒進んじゃうんだから。さあ、そんなこんなでね、幸子ママ、今日は何を一曲歌ってくれるのかな。あ、やだ、うん、やだ、新宿の女、藤恵子。理由は、歌詞の声が藤恵子に似てるって言われて歌ったけど、今は全然タバコばっかりしてから。え、もっともっと似るんじゃないか。そんなことない。いやいや、ねえ、いや、若い頃はルックスも似てたんじゃない、ママ。ねえ、そうですね、藤恵子に。はい、ママ、じゃあこれ。はい、ね、新宿の女よりも練馬の女、ありがとうございます。これにはかなわないけどな。また来るから近場だから、はい、どうもありがとう。ありがとうございました。ここか。あ、いいですね、ここね。ここにしよう。よし、もうスナックなんて便利だな。